柏レイソル対浦和レッズ、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。現地の気候ですが、現在気温が31度、湿度が 53%、 そしてよく晴れています。我々のいる場所でも結構暑いんですが、この気温はどうなんでしょうか。そうですね、選手によってはスタミナ切れの心配もあるでしょうけど、まあそんなに悪いコンディションではないと思いますよ。さあ、両チームのイレブンが入場します。今ザット選手の様子を伺っているんですが、菅野は彼の調子ですが、かなりいい状態だと聞いています。カビラさん、はい、ダバディさん、彼なんですけど、今日の練習ではいつもにも増してフットワークも軽く、非常に調子の良さが見受けられましたね。そうですか、ありがとうございます。さあ、本日のピッチレポートはローラン・ダバディさんにお願いしています。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。長いフォワードの選手です。さあ、まもなくキックオフです。さあ、始まりました。サイドをご紹介しましょう。右から左にレッズ、左から右にレイソン。山田、詰め寄られた。これを返した。一旦戻します。トゥーリオ、ディフェンダーとしてプレーします。真ん中から上がっていこうというところ。こっからでしょ。ロングシュート、山岸抑えました。右に送ります。阿部、小野、左へ回す。大きく縦へ出します。小野、うまくコースを塞ぎます。近藤、カビラさん、アウェー側ですけど広く使うよう指示を出していましたね。攻撃が単調になってきたのを気にしているようですね。ああ、なるほど。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、まあ、今それだけ相手も必死ですから、そう簡単にはいきませんよね。あと、ホイッスルがありました。もっとヘッドで競り合う。右へ出した。滑り込む。軽く出して。坪井、山田、長谷部。まもなく前半も30分が経過します。鈴木、縦に出す。右へ出した。さあ、競っていく。小野、ここに長谷部、パスをつないでいく。後方へパス。レッズ、ボールキープしています。後ろへ。さあ、縦、頭でいく。鈴木、止めた。前半40分が過ぎました。下がったボールは長谷部。ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが、少し対応遅れ出してますね。チャンスになるか。おお。ゴール前だ。頭で流し込む。ここで長い笛、前半終了です。さあ、北澤さん、今のところどうご覧になられますか。柏としては立ち上がりは良かっただけにね、ちょっと点が入らなかったことでね、イライラしてるかもしれませんね。
さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半戦を終わりまして0対0、両チームスコアのないまま折り返します。さあ後半の笛が鳴りました。エンドが変わりまして、右にエンドを取るのはレイソン、そして左にエンドを取りますレッズ。大事なところ、いいプレーですね。ここで激しい、後ろへ預けた。ここからですね、小野下げて、ここはトゥーリオ。さあ一気に前線へ送った、ここはなんとかクリアです。右へのクロスが出たんですが、ここは合いませんでした。フィジカル面強いでしょ。使う、合わせた、イエス、ゴー。後半の15分、レイソル見事な先制点、左足で決めました。後半で試合が動きました。でもね、今のはうまく決まりましたね。そうですね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。あと北澤さん、レイソいいところで1点リードに成功しているわけなんですが、大健闘ですね。非常にうまく戦えてますし、あまり見劣りしませんよね。むしろ動きいいと思いますからね。レイソ先制しています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。ええ、一瞬の隙というのは怖いですよね。ドリブルで上がっていく、コースを探す、さあ跳ね返した。タビアさん、はい、ダバディさん、アウェー側ですけど誰かアップを始めてますね。ここから見えるのは一人だけですね。なるほど、今レポートがありました。交代が見られるようです。短くつなぎます。まもなく後半の30分が経過します。右にさばいて、長谷部、いい形になった。おっと、いません。逆にこれはチャンス。ここからどうする。ボールは正面、入った、ヘディング、うわー、やりますね。同点に追いつきました。レッツ同点に追いつきました。長谷部、見事流れるような攻撃を演出しています。見応えのある試合展開になりました。本当そうですね。残り時間少ないところで同点に追いつきました。すぐにね、取り返してきましたよね。これでもう全く分からない状態になりましたね。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。残り時間ももう少ないというところで同点となっています。柏としてはまあ上手い形で先制してからね、ゆっくりとした形でね、いい試合の進め方をしたんですけどもね。そうですね、いい攻撃、かろうじてクリアしました。長谷部、左へ回して激しく奪い合います。左へディフェンスラインで回します。山田、キープ力には評判のある選手、一旦後ろへ返します。通りました。レッズボールを回します。坪井、さあ攻撃に注目です。ここで終了の笛が鳴りました。引き分けという結果になりました。
さあゲームは終わりました。はい、今日の試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、ちょっとねまたこの対戦を見たくなりましたよね。非常に興味深い内容だったと思いますよ。いいゲームでした。さあ今日の試合の内容についてなんですが、後半15分、あの局面で先制点を決めています。そうなんですよね、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。そして後半36分、ああ今出ていますね、はいこれですね、長い同点となるゴールを演出しました。ええ、そうですね、これはシュートを打つ前になるんですけど、クロスが綺麗につながったのでディフェンス陣も一瞬混乱しましたよね。いい形だったと思いますよ。さあそして今度は試合データです。レイソル、支配率では相手の方に分があるんですね。はい、できるだけ早く攻めていかないとゴールは空きませんけども、やはりその起点はよりボールを持っている方に生まれてきますからね。本日の試合は1対1、両者ドローで試合を終えています。さあ放送時間がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けしました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。